おはようございます。本日は2019年の3月の16日、私は現在東京駅に来ています。今日は新幹線に乗りまして、函館まで行きたいと思ってますけれども、それでまず最初にこの新幹線はやぶさを移そうかと思って、ちょうど入線してきたんでやってきたんですが、いやー大変なこの子供たちの人気がありまして、ちょうどこの小町とはやぶさの連結部分なんですけれども、そこに人が、子供を中心としてその親御さんたちが集まって写真を撮ってまして、こんなに人気あるんだなと。平日乗ってるとわからないんですけれどもね、土日に乗るとこういうこともあるんだなという感じで今、認識しております。で今日はですね、函館までこのはやぶさ15号で行くんですけれども、グランクラスに乗って行きたいと思います。でグランクラスというのは通常普通席とその上にグリーン席があるんですけれども、その上にですね新たに JR 東、が、設定したグランクラスというのがあるんですね。でこれはですね、東北北海道新幹線および北陸新幹線に設定されている座席でして、ちょうど、それだけだったんですけども、ちょうど今日から上越新幹線にもその座席が設定されたということで、今日からその運行されているということのようです。で私はですね、今日はその、はやぶさのグランクラスに乗っていきたいというふうに思ってるんですけども、このグランクラスは通常の普通席が通路を挟んで3、2の席なんですね。でその上のグリーン席が通路を挟んで2、2の席と。でその上のこのグランクラスというのは通路を挟んで1列と2列の席になってまして、例えばですね、1人でちょっと移動するというような時にその1列の席に座りますと、当然のことながら窓側に座れて、なおかつ、トイレとかに出るのに隣の方が気にならないというような大変ね、優れた非常に快適な席になってますし、何よりもこのグランクラスが優れてるなと思うのは、前の方がですね、座席を倒しても後ろのに座ってても全くその影響を与えないと。例えばグリーンクラスだと前の方が座席を倒しますとかなりですね圧迫感があって、よく車内放送で後ろの方に、ご配慮くださいなんていうふうに、いう放送が流れますけれども、でも中にはですね、倒れるんだからいいだろう的にこうガーッと倒す方もいるんですよね。でそうすると本当に後ろに座ってると圧迫感がありまして、なんていうんですかね、ちょっとね快適というような感じはないんですけれども、このグランクラスは本当にそういった影響を与える、多分フルフラットになったと思うんですけども、座席自体は、フルフラットにしたとしても後ろに全く空間的な圧迫感を与えないという作りになってまして、そのあたりも後ほどまたご紹介できたらなというふうに思ってます。他にもね細かいところを言いますと、車内でお弁当が出たり、それから飲み物もねアルコールを含めて、フリードリンクになっているとか、トイレなんかもね綺麗だし、そういったような、設定になってます。またアテンドサービスもあります。アテンドサービスのない、グランクラス B というのもあるんですけれども、このはやぶさの、グランクラスに関してはアテンドサービスついてる、グランクラス A というカテゴリーになってますんで、アテンドサービスがつきまして、そのスタッフの方が必ずね、何かご用はございませんかといったようなサービスもまたされるというふうになっております。いずれにしても一回そのこのグランクラス、乗って函館まで行きたいと思いますので、またご紹介したいと思います。いやとりあえず今日はですね土曜日ということ、東京駅大変混雑してまして、こんなに混雑してるのかと思うぐらい混雑してます。特にダイヤ改正が3月16日本日からなされていることもあるのかもしれませんけれども、大変ですね皆さん活動的に動いてらっしゃるような状況が見られます。それでは行きたいと思います。レッツゴー。
これがグランクラスのロゴになるんですね。あの大変上品なロゴになってます。いやそれにしても非常に人気ありまして、まあそこはあちら赤い新幹線が小町になりますけれども、盛岡で切り離されて、あちら赤い、新幹線は小町号は秋田へと、でこちらのグリーンの、はやぶさ号はそのまま青森を経て、北海道まで行くということになったわけですけども、いや本当に人気ありますね。びっくりしました。新函館北斗行きです。ご有効された切符お確かめください。ご予約のないお客様ご乗車はできません。11号車から17号車小町15号の終点秋田駅は午後2時13分の到着です。代わりまして1号車から10号車早草号の新函館北斗行き、ご旅行発車いたしますと、八戸13時4分、新青森13時29分、奥津軽岩別13時46分、庫内14時20分、終点新函館北斗14時33分。1号車から10号車後ろ10両早草号の終点、はい、ありがとうございます。北海道の新函館駅には午後2時33分の到着です。すべてのお席指定席でございます。お手持ちの切符をお確かめの上ご乗車ください。ただ前通ります席は大宮からのご予約の席です。お席のご移動はご利用ください。列車内は禁煙。おいしそう、いただきます。10席でございます。この列車は10席特急券でお乗りになることできません。ご注意ください。この早草号小町号10席特急券ではお乗りいただけません。次は盛岡に停まります。まもなく発車いたします。
本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は1号車から10号車がはやぶさ号新函館北という11号車から17号車までが小町号秋田行きです。電車指定席で自由席はございません。次は盛岡に停まります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。仙台からご乗車のお客様、お待たせをいたしました。新幹線をご利用いただきありがとうございます。この列車は小町15号秋田行きとはやぶさ15号新函館北という行きです。次は盛岡に停まります。盛岡12時33分に到着をいたします。盛岡駅におきまして小町号とはやぶさ号切り離しを行います。盛岡駅より先11号車から17号車の小町号は秋田方面に、1号車から10号車の後ろ駐留をはやぶさ号は新青森新函館北方面に向かいます。盛岡駅先の発車は11号車から17号車小町号の秋田行きです。小町号盛岡を出ますと雫石12時50分田沢湖13時11分角館13時28分大曲13時39分秋田14時13分11号車から17号車小町号の終点秋田駅には午後2時13分到着の予定です。変わりまして10号車から一番後ろ1号車まで後ろの10両はやぶさ号新函館北斗行き、盛岡を出ますと八戸13時4分新青森13時29分新青森到着午後1時29分新青森からは JR 北海道北海道新幹線に入りまして奥津軽今別13時46分木古内14時20分新函館北斗14時33分1号車から10号車の後ろ10両はやぶさ15号の終点北海道の新函館北斗駅には午後2時33分の到着予定です。すべての席指定席です。お手持ちの切符をお確かめの上ご乗車ください。さあ引き続き車内は禁煙です。おタバコはご利用いただきますようお願いいたします。駅員さんの警戒を引き続き強化しております。他の下などお客様の身の回りで死んだので考えるとございましたらお近くの駅確認車掌までお知らせください。お待たせをいたしました。次の停車駅盛岡、次は盛岡に停まります。12時33分の到着、折り口変わりまして右側でございます。
are the Komachi Super Express bound for Akita. These trains will be separated at Morioka Station. Please make sure you are in the right section. The stop after Morioka for the Hayabusa Super Express will be Hachinohe, and for the Komachi Super Express it will be Shizukuishi.次は雫石に停まります。黄色い線まで。